ブランドン・トーマス作の衝撃、チャーリー・エス・アントの1892年初演で主役を演じた W.S. ペンリーを描いたアルフとブライアンの絵衝撃とは観客を楽しませることを目的とした演劇、または映画のために書かれた喜劇の一形態。衝撃の特徴としては以下のことが挙げられる。多くの衝撃はクライマックスに向けて慌ただしいペースで動く。その中で、 最初にあった問題は最後には解決されるが、デウスエクス・マキナはひねりが加えられている。一般にはハッピーエンドで幕を閉じる。完全懲悪のしきたりは普通見られない。主人公はたとえそれが犯罪になろうとも必死に隠そうとしたものを持って逃げることがある。大抵の衝撃は逸脱した、振る舞いに非常に寛大で人間をつまらない、不合理、金に弱い。 幼稚、無意識の行動に走りがちの存在として描写する傾向がある。この点で衝撃は自然と風刺と比べられる。実際、衝撃は単なる一ジャンルではなく、例えばロマンティック、コメディといった他の形式と組み合わせて起こるフレキシブルなドラマ様式である。衝撃は演劇の伝統とみなされている。馬鹿げてありえないシチュエーション、遠い側面の応答。 幅の広い植物的なユーモアに関係する限りでは、衝撃は広くテレビのシチュエーションコメディ、サイレント映画、スクリューボールコメディの中で使われてきた。特にコメントしていないものは、舞台作品。ありがとうございます。